グレインエリック・ブラックスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディーノ軍サンバーナーディーノ出身の、元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1983年の MLB ドラフト2巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。1986年、メジャー初昇格。1990年シーズン途中に新シシテキレッツへ、移籍。控えの外野手として、 同年のナショナルリーグレギュラーシーズン及びワールドシリーズ制覇に貢献した。1993年、ロバート・ローズに続いて横浜対応ホエールズから球団名を解消して間もない横浜ベイスターズに入団し4番打者として活躍。来日当初は打撃不振に陥るも6月2日から連続でアンダーを放ち続ける。 一度は6月27日の対中日戦で無安打のまま退場処分を受け、連続試合安打が18試合で途切れたと報道されたが、野球規則10.23とによって記録上途切れていないことが判明する。その後、7月15日まで連続試合安打を続けて、記録を29試合連続まで伸ばし、トニーバナザードが記録した外国人の28試合連続安打記録を、 更新した。さらに、高橋義彦が記録した33試合連続安打の日本新記録も期待されたが、7月14日の試合後に神宮球場のクラブハウスで転倒し、右手小指を骨折していたことが判明。シーズン終了まで欠場したため記録更新はならなかった。ただし、翌1994年は開幕から3試合連続安打を放ったため、 ベースボールレコードブックなどでは、シーズンをまたいだ参考記録として、ブラックスの32試合連続安打が記載されている。1994年6月22日には、ヨダ剛から手首に死球を受け、そのまま一塁に行こうとしたが、ヨダがこの死球に不満な表情をし、それに対し、ブラックスが激怒。ヨダと目が合った際に、ヨダを殴りつけ乱闘騒ぎを起こし退場処分となる。 この年には、大砲安明の38本に次ぐ、セリーグ2位となる35本塁打を放ち、ベストナインに選出される。オプスは、リーグ1位であった。1996年、死球による膝の故障などが原因で不審に陥り、この年限りで現役を引退した。現在は、ロサンゼルスで不動産仲買い人を経て、パーソナルトレーナーをしている。 2016年6月3日から5日までの対、バロッテマリーンズ戦にて開催の交流戦シリーズ2016に20年ぶりに来日し、伝説の OB1 打席対決などのイベントに参加した。長打力が持ち味で、横浜スタジアムでは場外本塁打も記録している。レッツ時代の1990年のワールドシリーズ第4戦でフルスイングをして空振りをした際に、 左肩にバットを当てておったことがある。横浜時代は前日の乱闘のイメージが強いものの、普段は極めて温厚である。本塁打を争った大砲旗明の打撃には感心し、また後に監督になったヨダにも悪気はないという。本塁打を放った際に自然とガッツポーズが出る日本野球の方が楽しんでいるようで、そうした行為ができないアメリカ野球に窮屈さを感じるとしている。 妻は1990年代を代表する女性 R&B グループアンボーグのメンバーであるシンディヘロン。4人いる子供のうち3人が日本の文化に強い関心を持ち、日本語を勉強している。ありがとうございます。